ママでーす。いやー、もう今回の動画はね、ちょっともう前回心折れた、ポールも折れたっていう。どっち？どっちが先？ポールが折れてから心が折れたんか、心が折れてからポールが折れたんか、どっちが？ポール折れたから心折れたよな、あの時は。なあ、びっくりしたな。いや、強風でポールってこんな曲がるんやって。でも結構強風な時ってあったりしたやん。あったあった。それでも頑張ってくれてたよな。それはそ、ママさん大好きの DOD、 あの頃の DOD です。あの頃の DOD はだいぶ使い込んできたけど、とうとうもうとどめ刺された。初めはこうカーブを描くような曲がり方やってんけど、そうそう、夕方ぐらいにはな、なんかちょっと湾曲しててんの。めっちゃでっかい R やったよな。200R ぐらいの湾曲が。なんかあれってこんな低かったっけなと思った。ポールが、ポール自体がこうなってたっていうね。曲がってるよねみたいな感じで、でまあそのまま夜過ごしてな、もう朝方っすよ。もうワン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 ってもうテント飛んでいくんちゃうかいうぐらい。ほんま台風来たんかなぐらいの、なんか風吹いてで朝起きて、外出たら、モノタープちゃんと立っとってんな。立っとった立っとった、昨日の湾曲のままやった。そうで、あ、頑張ってるやんと思ってちょっと目離したらな、なんかタープ低くなってんだから。あれ、ポール飛んでったんかなと思ったら折れてた。それがこれ、これ上から2番目かな、ついてた。それがもう完全にもうこの状態。まあでも、どっかのタイミングでポール買わなあかんなって思ってて。そうそうそう、そう、買い替えるタイミングで折れたからちょうどよかったっちゃちょうどよかったから、このゴールデンウィークで使いたかったからすぐ頼んで、マックワンタープやったからマックワンのポールが欲しかったけど高いから。高いな、あれ1万2、3000ぐらい、1本でな、1本で。それからちょっとそれもなと思っとったら、と見つけたんがペントラックス、買ってみました。マックワン1本分のポールより、そう、安くて2本、2本入りで、しかもケース、ケースがこうついてるっていうね。マックワンケース別っすもんね。そう、3万ぐらいいくんじゃないじゃん。そうそう、ケースも全然手に入らへん、ケースの方が普及されてないっていう。ポールは買えるけどケースがもう足りてないっていう。そう考えたらめっちゃお得じゃない。めっちゃお得。ほんで、すごいいいよな、この調節できるのが高さ。そう、それがこの一番上のここでね、5段階調節可能な節が1本だけあって、これめっちゃ便利やねんな、状況に応じて。そう、伸び縮みここで調節できるっていう、超便利。なんかマックワンもこんなんやねんな。で、このポールの太さが 3.2 パイあるから結構がっしりしてる。で、長さが120センチから280センチまで調整可能。じゃあもうまさにマックワンタープのために作られたと言っても過言じゃないポールですよね。もうぴったりタープに持ってこいよ。しっかりしたボールだから風にもきっと強いんやと思う。で、アルミで作られてる、素材はアルミだから軽いんや。めっちゃ軽いもんな、これで2本で1万円せえへんから。絶対買いやろこれは。これ新たなコスパマジンのブランド誕生したんじゃないですか。ほんまや。いやもうでも素材ええしかっこええし安かったらもうみんなこれ買うんじゃない。一時期売り切れとったもんな。
まあポールを買う際にはベントラックスもね見てもらったら絶対いいと思う。はい、ということで今回はねベントラックスのポール買ってみた動画になります。これがいつまで耐えてくれるのか楽しみです。ベントラックスに出会えてこれは良かったと思う。 DOD は DOD で使うこといっぱいあるからね、これからも使うと思うし。はい、ということでどうでしたか、ポール。いいポールやと思います。おすすめします。おすすめやな、これは。うん、これはもうおすすめできる、まあ、純粋に勧めれるわ。うん、ポールです。じゃあ今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ファイティアオチャンネルママでした。